皆さんこんにちは。本日は日本で一番有名なアイドルグループ SMAP の最年少メンバーであり、タレントや俳優としても活躍されている香取慎吾さんの結婚相手の年上彼女さんと子供の真相について紹介します。まずは結婚相手の年上彼女について紹介します。年上彼女さんとの恋人関係が発覚したのは1997年の週刊誌フライデーの報道です。香取慎吾さんの年上彼女さんは20年来の恋人関係にある A 子さんです。過去にも3人との女性関係にあった香取慎吾さん、そんな彼が付き合った彼女さんは一般人の女性 A 子さんです。女性 A 子さんは香取慎吾さんの2つ年上であり、当時はアイドルの卵でありました。そして2人の関係はご両親も認めていた仲だったそうです。今現在は夫婦の仲になった A 子さん、そんな2人の関係の馴れ初めはSMAPがデビューしたばかりの1995年頃、仕事関係の席で出会ったと報じられています。当時香取慎吾さんは17歳で A 子さんは19歳で、先に惹かれたのは A 子さんだったようです。そして交際から経過した2年後の1997年に2人の交際をフライデーが報じられました。フライデーが報じた内容は、2歳年上の A 子さんが住むマンションに週1回ペースでお泊まりしているといった内容でした。その後家族と A 子さんとのハワイ旅行や香取慎吾さんの実家で花火大会を楽しむ A 子さん、パリ旅行など1996年から2019年の23年間にわたって A 子さんと香取慎吾さんとの報道をされてきた2人、そんな A 子さんは2002年から目撃されていませんでした。それはハワイのワイキキにあるコンドミニアムに住んでいたからだそうです。香取慎吾さんがハワイに会いに来ていた時は謎の少年と A 子さんと3人でいるところが頻繁に目撃されています。ここで浮上したのが子供の隠し疑惑です。次は子供の真相について紹介していきます。週刊文春で報じられてきた香取慎吾さんと A 子さんと3人で都内で一緒に歩くデート写真のほか、いろんなところで目撃されている謎の少年について今から深掘りしていきます。謎の少年が発覚したのは夜の後楽園遊園地東京ドームシティアトラクションズで一緒に遊ぶ香取慎吾さんと謎の青年2人の様子が写真で撮られていることです。そこに目撃した一般人の1人が香取さんの息子さんですかと尋ねたところ、香取慎吾さんは人差し指を口に当ててシーとジェスチャーしたそうです。他にも2016年の3月に A 子さんとハワイに訪れた時に謎の少年も同伴していたと報じられています。この報道にツイッターでは飛行機内やハワイでの目撃情報が一気に拡散されました。またマンションの隣人の方が A 子さんと謎の少年の目撃をしたと言われているので、高校生か大学生になっているのではないでしょうか。謎の少年が報じられて以降、文春の取材に香取慎吾さんは何も言わなかったそうです。後日 MC を務めるスマステーションスマステにて隠し子疑惑の言及がありました。その際に香取慎吾さんは隠し子について完全に否定されていました。その他にも所属事務所も完全に否定しており、謎の少年は一体何者なのか謎のままです。謎に隠される少年の報道ですが、実は香取慎吾さんは精神疾患ではないかと噂されています。その噂が広まったのはほんの一部の発言ですが、発言の内容はかなりひどく、小学生の頃からこの暗黒の世界に自殺しているかも、芸能界が作り上げたパーフェクトビジネスアイドルなど、その内容からメンヘラや精神病などと心配されています。このように奥さんや隠し子、いろんな噂がある香取慎吾さん、そんな彼の歴代の疑惑した彼女について3人のうち2人ご紹介します。歴代の彼女3人のうちの1人は水木ありささんです。2人の出会いは1988年10月に放送されたドラマ危ない少年さんです。共演のきっかけで香取慎吾さんと水木ありささんは同い年ということもあり、意気投合したのが始まりでした。その後も幼い頃から共演が多い2人、香取慎吾さんもありさと呼び捨てする中で、スマップが冠番組でのゲスト出演が多かった水木ありささん、デビュー当時から美少女としてもてはやされていたので、スマップのどのメンバーともできてしょうがない存在でした。そんな2人の関係に注目を集めたのが1997年4月から放送された連続ドラマ一番大切な人です。そしてそんな2人の様子をマスコミは水木ありささんを
香取慎吾さんの元カノであると書かれるのが多いです。2017年の週刊女性プライムのタイトルでも元カノであると書かれています。歴代彼女の情報が多く噂される中、マスコミが元カノと記載するのは2人が交際していたのではないかと推察できます。今では水木有沙さんは建設会社関連社長の妻として誰もが羨むセレブ妻になりました。次に2人目は大下陽子アナウンサーです。2人のきっかけはスマステーションです。長期間共演していた2人、スマップ解散報道の際に香取慎吾さんを非難する声が上がり、デリケートな話題にワイドスクランブル内でスマップを擁護し、ファンに寄り添うコメントをして共感を呼んだ大下アナ。毎回の香取慎吾さんのリアクションを拾い、ゲストにトークをつなげていく、そんなプロフェッショナルな大下アナに香取慎吾さん本人は絶対的な信頼を寄せていたそうです。そして香取慎吾さんのインスタには時々大下さんが登場して、久々に大下さんと会えてお食事しています、大下さん愛していますと綴っていることから噂が広まったのではないかと。文章のほか、インスタの写真には肩を寄せてツーショットでアップされている姿にとてもいい関係だと見えます。しかし2人はあくまでも男女の関係ではなく、仕事でのお互いを尊敬し合い信頼している関係ということで、交際はしてないと思います。そんな香取慎吾さんの一途な性格、彼がファンから愛される一面が少しでも見えたではないでしょうか。今でもテレビや YouTube に引っ張りだこな人気者である彼のこれからも活躍している姿を見守っていきたいですね。ここで番外編で香取慎吾さんの年収を紹介します。日本で一番有名なアイドルグループと言っても過言ではない SMAP の一員香取慎吾さんの年収は誰もが気になりますよね。実は香取慎吾さんの年収は2016年の時点で年収8686万円なんです。年収が高い彼でも SMAP のメンバーの中では最下位なのです。私たちの平均年収に比べてかなり差がありますよね。そして香取慎吾さんは2021年上半期の CM 起用社数は8社に起用されています。起用されている会社は日本で有名な企業ばかりです。そして気になる CM のギャラは人気タレントで1本5000万円なんです。なので香取慎吾さんの CM ギャラは推定4億になります。破格のギャラですよね。そして YouTube のギャラは今現在開設3年弱で推定年収227万だそうです。いろんな収入源がある香取慎吾さん、とても羨ましいと感じました。いかがだったでしょうか。香取慎吾さんについて深掘りしていきましたが、もし気になることがありましたらコメント残してくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは、また。